てつもないエネルギーを感じるわ。確かにすごい迫力だね。でもこれがどう皇帝の狙いにつながるんだろう。そうね、闇に覆われてる感じもしないし、何も問題ないように見えるけど。いや、ちょっと待ってくれ。おかしいぞこれ。光が強すぎる。このクリスタルは暴走しているぞ。暴走？クリスタルは祈りの力によって輝きを増すんだ。でもその祈りの力が必要以上に注ぎ込まれすぎると、クリスタルは暴走状態になってしまう。そして世界に4つあるクリスタルが全て暴走状態になると、ここではない別の世界、平行世界との境界に大穴を開けてしまうんだよ。大穴？あんな最悪を二度と起こすわけにはいかない。絶対にね。クリスタルが暴走してるってことは、まさか皇帝の目的はその最悪をもう一度引き起こすことなんでしょうか。思い返せば浮遊城の行く先にはいつもクリスタルの神殿がありました。エナルニアの土の神殿、ラクリーカの風の神殿、そしてここ火の神殿。そんな。でもちょっと待って、それってありえないんじゃない？クリスタルを制御できるのはクリスタルの巫女、つまり今はアニエスにしか。じゃあどうして？アニエ様、何かご存知ですか？私には分かりません。どうかなされたのですか？いえ、少し体調が良くないようで、ちょっと熱っぽいというか、ぼーっとしてしまって。大丈夫？ええ、もしかしたらクリオ感が少し古くなっていたかもしれません。捨てるかどうか散々悩んだ末にこの始末。やたらと甘くなかった？ええ、フルーティーな、それでいて貴婦人のような香りとともに。わかるわ、わかるよアニエス。と、私のことなどは良いのです。クリスタルの暴走についてだね。土の巫女、火の巫女、そして水の巫女オリビアが亡くなった後、正式に巫女に就任した者はおりません。つまりクリスタルに祈りを捧げられるのはアニエス様のみ。ええ、しかし私はクリスタルを暴走させたりなどはしていません。あんな悲劇を、あのような過ちはもう二度と。アニエス、もういいよアニエス、少しゆっくり休んでなよ。はい、ごめんなさい。アニエスにもわからないか。でも仮に皇帝の目的が世界の境界を破壊することにあるとしたら、やはり水のクリスタルが危ないことになります。水の神殿があるアデハナの国フローエルへ急がなきゃ。行かせないぜユウ。お前はやっと気づいたようだな、俺たちの狙いによ。だがもう手遅れだ。俺たちの計画はもう最終段階に入ったぜ。土、風、火のクリスタルはすでに暴走し、残るは水のクリスタルだけだ。じゃあやっぱりお前たちは世界の境界を壊すつもりなんだな。そうだと言ったらお前は俺を止めるのか？俺を殺してでも。止めるに決まってるだろ。迷いが見え見えだぜ。相変わらずお前の意志は随分とあやふやらしい。まあいいさ、お前が迷ってようと関係ない。俺はお前を倒して復讐を完成させるだけだ。行くぞユウ。
どうした、ぬるいぞユウ。こんな程度で俺を倒せると思ってるのか。お前は優しすぎるんだよ。剣の稽古の時俺は何度も言ったよな。ああ、覚えてるさ。相手のことを考えていちゃ敵なんか倒せない。考えないわけにはいかないだろう。教えてくれ、ちゃん。世界の境界を壊してどうするんだ。決まってるさ。この腐った世界を終わらせる。そして全て一からやり直すんだよ。4つのクリスタルが暴走した時、この世界は終わる。新しい世界が生まれるんだ。お前が思ってるほど世界は綺麗じゃねえんだよ。正義ずらした聖教騎士団が燦然と輝くその裏で、取り返しのつかないほどの悲劇が生まれ続けている。なのにお前はどこまでもまっすぐに突き進む。綺麗事を吐き続け、使命に従い疑いもせず、目障りなんだよユウ。お前のそういうところが俺は憎い。わかったよ、お前の俺に対する気持ちは。だけど世界を巻き込むな。黙れ。そろそろおしゃべりは終わりだ。恋を言う。遠慮も手加減も無用だ。俺を殺してこい。よくぞ参った旅人たちよ。余はこの湯の花の四代目当主、草津有馬でバス。聞くところによると、そなたたちは帝国と戦っておるらしいでバスが、余にできることなら何でも協力するでバス。ありがとうございます、お殿様。じゃあ早速一つお願いが。なんと船とな。お安い御用でバス。世の総漆塗りロブネを進呈してもよいでバスよ。豪華有馬家の家紋入りでバス。え、またロブネ。もっと大きい浅瀬以外にも出られるような船は。あいにくそういった船は心当たりがないでバスな。待てよ、あれが治れば。あ、いやいや、あれって。あ、いや、まあせんなきことでバス。外洋へ出たいのであれば、交易船が港に着くのを待つバスか、あるいは定期船を。そんなんじゃとても間に合わないよ。困ったな。まあそう焦るでないバスよ。人間いかなる時も落ち着きと安らぎが寛容でバス。甘いものでも食しながらじっくり考えてみてはどうでバスか。甘いもの？うん、ちょうど旅の菓子職人がこの国に来ておるでバスよ。世にも献上されたようでバスが、甘ったるくてバタ臭い洋菓子は苦手バス。よかったらそなたたち食してくれぬでバスか。ああ、これってひょっとしてタルトシルトであった職人さんのケーキ。前回食べ損ねたからちょうどよかったわ。みんなでいただきましょう。いろいろ種類があるみたいだよ。誰がどれを食べる？
俺は残ったのでいいですよ。甘いものはあまり得意じゃないので。じゃあ残る3人の勝負だね。よし、早い者勝ちでいこう。どれにしようかな。ウェイウェイウェイ、私も狙ってるのがあるのよ。勝ち合ったらどうするの。まあまあ、2人ともこんなことで喧嘩になったらつまらないよ。そうですよ、ほら指ポキポキ鳴らさない。はい、拳握らない。よし、ここは誰から選ぶかユウに決めてもらおう。いいわよ、分かってるわよね、ユウ。ぬぐぐ、なんか不利な気がするんですけど。ユウ、あんたが色ボケ不公平野郎じゃないってこと信じているからね。怖っ。頑張ります。でもだったら。グッグレイビー、やったじゃあ私はこれ。食べられる花、色とりどりのエディブルフラワーを散りばめたババロアフルールよ食べるのがもったいないくらいに綺麗だわ。でもいただいちゃうわ。様子が変じゃない？マグノリア？大丈夫？マグノリア！おかしいですよ。やっぱり変だ！このうつろな目、どこかで。あっ！ハルトシルトの人たちと同じだ！このケーキ、何か入ってるんじゃないのか？なんと、まさか毒でバスか？わかりません。でもこれ食べない方が良さそうだ。捨ててしまおう。ち、気づかれてしまったみたいですね。な、あんたはあの時のお菓子職人。お前、スイーツに何か入れたのか。何も入れてませんよ。ただ私のスイーツは芸術品でして、ただ美味なだけではなく、食べた人にちょっとした作用を与えるのですよ。あなたたちにはすぐ効果が出るよう特別腕によりをかけさせてもらいましたよ。その力を見せてやりましょう。至高にして究極の味に焦点しなさい。ヘッブーン！マグノリア、体が消えていく。 Someone help me！ 助けてみんな、お願い。なんだこれ。あんた何をした。見ての通りですよ。私のスイーツを食べた人はあまりの美味しさに焦点してしまうのです。姿は消え失せ、動くことも喋ることもできません。これが本当のお菓子。え？まさかハルトシルトの人たちも全員あんたのせいでこの状態に。察しがいいですね。そういうことです。お前何者だ。まさか帝国の。そう、私の名はアンジェロ・パネットーネ。
皇帝陛下のお抱えパティシエで、もちろんパティシエのアスタリスク所持者。陛下の命を受け、お前らを始末しに来ました。さあ、やりますよ君たち。はい、マネットーネ様。君たち、私のスイーツは死ぬほど美味しい。私の容姿は死ぬほど素敵。目の前のあいつらはゴッドヘップン。では始めましょうか。全員揃って昇天しなさい。始めましょう。パティシエのアスタリスク所持者パネットーネ、私が腕によりをかけたスイーツバイキングの数々、全世界の女性たち、垂涎の一品をご堪能あれ。レッツヘップン。あんた、あの子にダーリンって呼ばれていた。やめてください、そういうの。誰がダーリンだというのですか。大体彼女と私は恋人でも何でもありません。ちょっと優しくしてあげたら簡単に惚れやがって、勝手にダーリンなどと呼んでいたってだけの話です。しっくしうざい女でしたよ。いくら言ってもダーリンとか呼ぶのやめないし。そういう言い方ないだろ。あの子、ずっとあんたのことを思ってたんだぞ。その女を倒したお前らの言うことですか。まさか私がわざわざこんなところに出向くことになるとは。それもこれもみんなあの女が負けたせいだ。最後までめんどくさい女ですね。あんたにとってもあの子は大事な人だった。だから敵討ちに来たんでしょ。はぁ、敵討ちだから違うと言ってるでしょ。あんな女、私の道具みたいなものです。道具を壊されたら普通に腹立つでしょ。かわいそうなやつだな、あんた。自分を思ってくれていたあの子のことをただの道具にしか思えないなんてな。なんか鬱陶しい空気になってきました。お前らに何がわかるというんですか。部外者が横から口出さないでくださいよ。黙って私に殺されときなさい。you
私も焼きが回りましたか。柄にもなく熱くなって、挙句の果てに私もあの女と同じ結末とは。何をしているのですか。さっさととどめを刺しなさい。でもふん、その綺麗な手は汚せないというわけですか。覚悟のない奴らですね。これ以上無様な姿を晒すくらいなら、自らの手で昇天するとしましょうか。そのケーキは、まさか自分で、やめ。この指輪は、私がエイミーにプレゼントした安物の指輪。手紙がくくりつけられている。愛するダーリンへ。ダーリンがこれを読んどるいうことは、うちダーリンの役に立たれんかったいうことじゃね。ごめんねダーリン、最後まで足引っ張ってしもうて。うちダーリンが大好きじゃったよ。森で生まれて森で育ったうちは、肉と野菜と木の実しか食べたことなかった。そんなうちが生まれて初めて食べたケーキ、そりゃもう美味しいってびっくりしたわ。こがなもんが世の中にあるいうの知らんかったけえね。ほんでうちは嫌がるダーリンに無理やりひっついて森から出たんじゃったね。ダーリンと出会わんかったらうちは森の外を知らんと一生終えとったと思うわ。ダーリンはうちの世界を広げてくれたんよ。ほんまにありがとね、ダーリン。ダーリンのエイミーより、追伸。うちの一番の幸せは、遅う起きた日曜日の昼下がり、ダーリンが作ってくれたパンケーキじゃった。もう一回食べたかったわ。ねえ、ダーリン。最後のお願いじゃ。もしダーリンがうちのこと、チートでも好きじゃったなら聞いてね。もう戦うのやめて、パンケーキ屋さんになりんさい。そしたらきっと、世界中の人を幸せにできるはずじゃけ。相変わらずダーリンだなんて呼びやがって、こんな負け犬の情けない私にも。あいつは態度を変えたりしないんでしょうね。くそ。ほんと、うさい女だ。どこに行くんだ。今度会った時には覚悟しておきなさい。最高のパンケーキを食べさせてやりますからね。ダメ。屋敷の中も誰一人見当たらない。一人残らず昇天しちゃってるんだ。お、なんだこの音。町の外のようだね。だんだん近づいてくるよ。軍曹殿、軍曹殿。もうすぐハルトシルトに到着しますけど。この鈍足目のせいでパネットーネ殿から報告が来てからだいぶ時間を食ってしまった。一日に3回はオーバーヒートしてましたからね。ハルトシルト攻略の後期であった。まあいい、さっさと片付けてしまうぞ。とっととハルトシルトの町を破壊して武勇城に戻らんと置いてけぼりを食らうからな。あ、あんね。キャラン軍曹殿、誰かいます。構わん、邪魔する奴は踏み潰せ。何あれ。あれは帝国のマーク。随分と不格好で原始的な機械兵器ね。かっこいい。うん、なんかいいよね。あの無骨さというか、頑健な感じというか。ユウ、イデア、何見とれてるの。来るよ。you
司令と山ん登れ。まるまるまるふた。さあイエスさん、ボイラー温度上昇。頼むぞ。間違っても冷やすな。いいか、絶対だぞ。次期主力決戦兵器がたった4人のガキにやられるだと？軍曹殿、軍曹殿、本部からの指令です。ピロイロリーンって。浮遊城ディアマンテは明日未明をもって次なる目的地への移動を開始するみたいです。速やかに帰還を果たせ、さもなくば置いていく。あら、こりゃ大変ですな軍曹殿。なお機体を遺棄する際には必ず爆破し、軍曹殿、機体に息を弾ませるんですって。あ、ここで終わっております。尻切れトンボの鬼ヤンマなのです。いやむを得ん、自爆レバーを引け。しかし構わん、敵の手にこの機体を渡すわけにはいかんのだ。引けません。盛大にぶっ壊れてますから、根元からポッキリです。何？退却だ。急げ。歩いた方が早いんじゃないですかね軍曹殿。だ、黙れ。ガシャコンガシャコンと最後まで不格好だったわね。かっこいい。一台欲しい。それはそうと、町の人々をどうやって元に戻すか。町の隅々まで温泉をまくのは大変そうね。お湯が冷めちゃってもいけないし。
じゃあ大きなシャワーで街中にお湯をまくってのはどう？グッドアイデアですよ。それでは大きなシャワーを出してください、イデアさん。ぬぐぐ、なんかムカつく。いや、明暗だよイデア。町の中心に噴水があったよね。その配管と湯船をつなげれば。さすがキズさん。やば、ハモっちゃったよ。それじゃあ、あれが噴水に続くパイプかな。よし、じゃあ早速作業に取り掛かろう。オッケー、つなげたわ。よし、バルブ全開、放水開始だ。あれ、この暖かい雨は？みんなの姿が見えるわ。体も動く。元に戻った。やった、町の人たちが元に戻った。よかった、無事ハルトシルトも元通りだね。みんなお疲れ様。皆さん、またしてもお世話になりました。おかげさまで体の具合も完全に良くなりました。いえいえ、無事で良かったです。でも夫はまた戦地に。夫の傷が癒えたのはこの上なく嬉しいことですが、少し残念な気持ちもありますわ。すまないエレオノーレ、今度こそなるべく帰るようにはするから。あなた、暑い暑い、温泉のせいだけじゃないね。互いを思い愛し合う二人、しかし悲しいかな、二人にはやらなくてはならないことがある。国を守らねばならない夫、夫が帰る家を守らねばならない妻、二人の愛を引き裂くは使命という、あまりに重い責任。使命、ただそれだけのために愛し合う二人は寄り添うことすらできない。ああ、夫婦とは一体何のために。マグノリア、どうしちゃったの？グッドマンさんとエレオノーレさんの愛に当てられちゃったのかな。もしかしたら月での夫婦というのはこっちのとは比べられないくらい意味があるのかも。まあでも気持ちはわかるかな。私もあの二人羨ましいなとか思ったし。じゃあ今度はイデアさんの一人語り行っちゃいますか。拒否します。さあ、それじゃあ出発しますか。ああ、水の神殿へ急ごう。あそこに浮遊城が。あの方角はやはり水の神殿に。What's happening? 一体何が。浮遊城が火を吹いてる。浮遊城が攻撃を受けた。僕ら以外に一体誰が。記憶、それは時として残酷なもの。人より多くを知るということは人より多くの悲しみを知るということ。君は知らなければよかった。そう思っているかもしれない。誇りを持つんだ。自らの過去を振り返るとき、無駄なことなどなかったのだ。そう気づけるはずだから。